季節のお宿ひみね。今年度民宿の夕食オブザイヤー1泊2食7800円でびっくりするほどの物量の焼肉じゃらんの夕食口コミ満点、ど。馬刺しもあるでよ。山梨県笛吹市三坂町にある季節のお宿ひみね。現時点でじゃらんの夕食口コミ評価5とパーフェクトな評価。季節のお宿ひみねは過去に利用して夕食は食い尽くせぬほどの料理の量とクオリティに圧倒された記憶がある。この宿の夕食が恋しくなって再び利用してきました。さてどうなることやら。奥にある駐車場、バス停のスタンドが置かれている。ちょっと謎。民宿の前には庭園が広がる。民宿入り口、玄関で靴を脱ぐ。フロント、キャンディーサービス。子犬4年前会った時は飛びかかってきたのだが、老齢化が進んでおとなしい。なんか諸行無常を感じる。霊感が働いて何かに向かっていった。人間には見えぬ何かが見えているのだろう。犬猫にはよくあること。階段を上がって2階へ。洗面台、エチケットルーム、冷蔵庫、電子レンジ。エチケットルーム、ウォシュレットもあり。階段上の休憩場。そろそろ部屋に行きましょう。総部屋数11部屋の名前は山梨にちなんだものとなっている。武田に宿泊。シンプルイズベストな部屋。なかなか居心地がいい。布団はセルフで。窓の外の景色、夕食、ご飯と水はセルフで。夕食前傾焼肉をメインにした料理に変貌を遂げているというか、前回と別物だし、別物だとしてもこの宿泊価格でこのボリュームはすごいとしか言いようがない。ちなみに前回宿泊の料理前傾、前回はヤマメの煮付けの巨大さに圧倒されたのだが、今回はヤマメの塩焼きになっている。小さくなったけど宿泊施設で出されるヤマメの塩焼きでは大きい。こんなに大きいヤマメの塩焼き初めて食べた。この民宿名物の馬刺し出ない時もあるので注意。前回宿泊時はなかったが、リクエストしたら出してくれた。宿泊する際にリクエストするのがおすすめ。まろやかな味で癖になる。わらびとうどん、茶碗蒸しはとろける味、焼肉が焼けてきた。ボリュームありまくりの焼肉食べ終わっても食欲が残っていたのに驚いた。サラダシーザードレッシングとの相性抜群。デザートの白桃、ヤマメの卵は珍味。部屋は仕切られていてプライベートが保たれていた。大浴場入り口、薬草の湯脱衣場。薬草の成分が染みた薬草の湯温泉ではないけどリラックス効果が高い。御神水を飲むことができる。
薬石の湯リクエストで貸切利用も可能。脱衣場、内風呂、洗い場。かつては温泉民宿としてテレビでも取り上げられたのだけど、温泉が枯渇してしまったのは残念。自販機アルコールも売られている。この民宿の目玉、80年代ルーム。80年代に活躍していた歌手やアイドルなどのレコードのジャケット写真が飾られている。実際にレコードのプレイヤーで音楽を楽しむこともできる。あえて喫煙室にしているのも80年代だからなのかはわからない。利用は10時半まで。海外アーティストや演歌歌手などのレコードジャケットも飾っている。スポーツの団体合宿のサインを多数飾っている。レミオロメンのサイン発見。朝食、席にはすでに料理が用意されている。ご飯、味噌汁はセルフで調味料、ふりかけ、コーヒーもある。味噌汁、ちなみに夕食にも味噌汁あったらしいけど記憶になかった。ふりかけは鮭と卵。席に置かれた料理、夕食ほどインパクトはないけど、夕食は桁外れなだけで、まあ内容としては民宿の朝食らしいですね。少々物足りない感じがするけど、ご飯は盛り放題なので、ふりかけご飯のおかわりで十分お腹いっぱいになる。納豆卵かけご飯。民宿前の駐車場。じゃらんの夕食の口コミ評価で満点を叩き出している季節のお宿ひみね。夕食はボリュームたっぷりで食い尽くせないほどの内容でありながら、クオリティが非常に高く、夕食のためだけに何度でも通いたくなる不思議な民宿だった。夕食は4年前に利用した時とは全く異なっていたけど、料理のサプライズやクオリティ、コスパは全く色あせていなかった。施設は老朽化しているし、夕食以外はさほどでもないけど、この夕食のためだけに宿泊するというのもありだと思いますよ。超おすすめの民宿です。